くるまりながら寝てた。怖すぎて耳塞いでこうやってって布団の中にこうやって縮こまって、うん、おへそ、え、あった、よかった、へえ、おへそあったよ、うん、怖すぎて本当に嫌いなんだよね、うん、そう、音が嫌なの何か基本風の音が嫌なんですよね。そう、大きい風の音が、うん、音が嫌だ。光は大丈夫、音が嫌だ。そう、風の音嫌いです、うん、だから換気扇の音とかも、大きい換気扇の音とかも好きじゃない、うん、そうそうそう、怖いんだよね本当に。そうなんです、怖かったっていうか、今日も雷鳴ってましたよね、昼。なんか天気が不安定でしたね今日は、うん、無音じゃないと寝られない。あ、でもね、無音でも寝れるけど、なんか私は割と寝れない時はあのね、音があった方がいい人だな。なんかすごく寝つきが悪い日ってあるじゃないですか。そう、寝つきが悪い、もう眠れないって時は私はラジオ流します。そう、ラジオ流してラジオ聞きながら寝ます、うん。そう寝れない時はもう音があった方がいいかな。でも私真っ暗にして寝ない、真っ暗じゃないと寝れない人、ちょっとでも光があるとダメなんだよね。そうそうそう、そうだ、ラジオといえば、そうなんです、先日23日、オールナイトニッポンクロスに出演させていただきました。すごい、もう笑いが苦笑いになっちゃうけど、これ本当に今全力で笑顔です今日の私はこれが本当全力笑顔なんです皆さん。そう、うわー、聞いてくださった皆さんありがとうございました。もうね、そうね、本番前もう3人でめちゃくちゃ緊張してたそう、緊張してました。でもラジオ始まって、本番始まってからは、うん、本当にめちゃくちゃ楽しかった、うん、あー、めっちゃ気持ち悪い私の笑顔、うん、こうやって喋ろうからめっちゃ気持ち悪いよねこれ、うん、スマッシュで見てくださった皆さんもありがとうございます。なんかでも私のあれ途中でメッセージいただいてたんですけど、めっちゃマイクに近い問題、そう、私もうねあれ癖なんです、治んないの自分が気持ち悪すぎて笑っちゃう、そうそう、なんか普段のラジオ収録の時もマイクにそう前のめりになっちゃうの、そう本当に私は無意識だったんですよあれ、でも癖なんです、マイクに近づいちゃうの、そう、だから普段のラジオエッサの収録の時もそうなんですよ、私いつも近いんです、そう、うん、なんかマイクに近くないと声が入らないって思っちゃうんですよ。そんなことないけど、マイクはすごいから、なんか結構遠くから喋っても声入るのに、なぜか私はその癖でマイク
クに近づかないと声が入んないって思っちゃうんですよ。そうだから私だけ声が大きくなってたかなと思って心配になるんですけど、そうでもマイクに近づいちゃうのは癖なんです。だから本当にこうやってスマッシュで私だけ多分すっごい顔が近くって、そうすごい違和感あるなって思ったと思うんですよ。そう本当に申し訳ないです。あれはもう癖でした。もうね癖なんですよ、治んなくて。そう、だからちょっとそう癖です。だから許してくださいあれはそう癖なんですよ、ピンマイクのここにマイクついてるときは大丈夫なんですけど、こういう前にマイクあるときはこう近づいちゃうっていう、そうそうそうなんですね。なんかまあね直したいなと思うんですけど、まあ直らないと思うので直す努力はしていきますこれからも、わあもううまく笑えないのが悔しすぎる。そうそうそう、でも本当に楽しかったです。もうねすごい、すごいね、すごかった。てかまず、まあ、まずね日本放送の日本放送のもう何ビルがすごかったしそう私オール普通に、まあ、普段からオールナイトニッポンリスナーなんですけど、そうそう数々のこうオールナイトニッポンのパーソナリティさんが座った椅子にまず座ることがもうすごくて、私そう日本放送いっぱいめっちゃ写真撮った、もうビルの写真撮って中入ってからも写真撮ってめちゃくちゃ撮りました。そうすごかった。あともうね人の数も半端なくて、そうそう大人の方がいっぱいおられましたわ本当に。すごかったよ。そう乃木坂さんとかねパーソナリティでやられてるので、はい、私の好きな、そう私芸人さんは霜降り明星さんが好きなんですけど、霜降りさんも毎週金曜日1時から3時で、はい、パーソナリティやられてて、そうそうそうもうすごいよ本当に。あとフワちゃんさんのも聞いて、聞いてたし、そうそうそう好きなんですよね。そうだから余計にね緊張しちゃって、そうなんだ。でも緊張してたけどすごい皆さんね、ななみん推しの皆さんが聞いてくれてるって私はもうてかスマッシュでね見てくれてるって分かってたので、みんながいるから大丈夫、みんながいるから大丈夫、みんな聞いてくれてる、みんな笑ってくれてるから大丈夫って思いながら過ごしてたらすっごいそう楽しくなっちゃって、本番はめっちゃ楽しめたし、もう1時間があっという間すぎて、そうそうそうびっくりしちゃった、楽しそうだった、本当よかった伝わって、画質よかった、うわそう画質よかった、痛い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 、そう画質よかったって、お話もね、もらっが必要かったらしいですね。よかった。ね、口内炎ってさ、なんでこんな痛いの？本当にやだ。もう悲しい。カメラ目線待って書いて。え、気づいてくれた、ありがとう。そうそう。よかった。こんなに薬塗るの、薬持ってないんですよ。そうなんか口内炎になった時って薬
塗ろうとは思うんだけど、塗るほどじゃないなと思っちゃうの。すぐ治るかなって思ってたら、そうそう買いそびれるっていう、いつも、うん、またななみんのオールナイトニッポン聞きたい。ありがとう。私もまた出れるように、ほんと頑張りますよ。ほんとにまた出たいなって思いました、うん、そうスマッシュはね CM 中とかもずっと流れてる。映像は CM 中とかもずっと流れてるから、もうあの真剣な感じとか楽しんでる感じとかすごいね、あの全部楽しんでいただけたかなって思います。うん、だからなんかやるわ。口内痛すぎるっていうか、そうあの明日から本当に、え、そうなんだよ、やばい、ってか明日からめっちゃ大事なお仕事がいっぱい詰まってるのに早く治さないといけないから、よしこれはもう明日朝一で行こう薬買いに。まずい、これはあの明日から本当に口をたくさん使うっていうか喋る、あの本当にお仕事が詰まってるから、いや痛い痛い痛い、やばいやばいやばい、うん、痛い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 、そう本当に、うん、そう大事な日が続くんですよ明日から。そう痛い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 、そうそうそう、あそうなんです、29日は特別配信も決まりまして、あーぜひ見てください、うん本当に。え、なんかそう、あ48+3に私がちょっと出演してたみたいで、え私どこに出てたんですか。そうシュープレさんに、なんかねファンの方にちらほらなんかシュープレにナナミいたよみたいな話を何個かいただいてて、えどこにいたの私痛い痛い痛いえ田辺先生に聞こうかなと思っちゃった。そうツイッターで、あ田辺先生だ、すごい、本当に見てくださってるんですね、どんな時も。うん、すいません、あの公園で名前出しちゃってすいません、本当に勝手に、うん、田辺先生だからいっかと思って出しちゃった。そう、え、な何で出てたの。ま、マリナさんをいじる、マリナさん、痛い痛い痛い、こんなに痛い、マリナさんが私のこと、私の名前出してくださったの、はあ、ありがとうございます。来週も嘘、やばい、私そうすごい、このあのちょび出演ありがとうございます。わあ、2週連続でちょび出演してるんですね、私めっちゃ嬉しい。え、顔シュープレ、あー早く買わないと、見たい見たい、え、どんな感じだった、マリナさんをいじって、あ、いじるみたいな、うん、すいません、そうマリナさんねすごく優しいので、うん、そうそうそう、え、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、やったー、そうなんです、見ないと見ないと、どんな感じで出てたんだろう、めっちゃ楽しみ、うん、嬉しい口内炎でこの笑い方しかできない、2日のサメ活動、そうなの、久しぶりに公演が来てめっちゃ嬉しいの、7月の2日です、あのフィリオル公演の久しぶりにめっちゃ嬉しい、もう早く土日公演来い来い来いって思ってたら来ました、7月の2日に、めっちゃ嬉しい、そうよろしくお願いします、うん、そうなの、投げた？投げましただって、やったー、嬉しい、当たりますように、そう、あーそうなの、お客様の数も増えて劇場公演を見に来れる、そうもうね昨日公演だったんですけど、あのすごいの、ファンの方がねいっぱい、もう目の前いっぱい
ぱいにいてくださって、はあ、これだ、これが私の待ってた景色なんだと思ってめっちゃ嬉しかった。うん、そうだからもう自分がね出てる公演で、ああもうサイリウムがまたいっぱいで埋まるのがすごい楽しみだなってそう思いました。うん、そうよ、めっちゃ増えたの、もう本当嬉しかった、はあこれだこれって感じ。そうだからしかも2日は昼夜公演なのでもう本当に本当に嬉しい、めっちゃ嬉しいです。あーやっと私が出れる公演来たって思って、そう、うん、だから皆さんぜひお待ちしております。そう、あの昨日の公演、卒業公演で、そう、みなみさん、え、これみんなそうだよね、知ってるよね、みなみさんとゆかさんとかね、すごい来てくださってて、すっごい私嬉しかったのが、あのゆかさんがね、すごい私のパフォーマンスをめちゃくちゃ褒めてくださって、本当に嬉しかった。すごいねって、ダンスすごいねって、そうパフォーマンスすごくて、すごいななみちゃんに目がいったよって言ってくださったの、本当に嬉しくて、うん、そう、そして相変わらずみなちゃんはもうめちゃくちゃ可愛くて優しくて、そうまたご飯行こうねってそうお話できて、うん、嬉しかった、そうよ、ゆかさん、そうそう、おしゃべりお話できて、うん、ちょっとだったんだけど嬉しかったってか、あえて嬉しかった本当に、うん、そうなの、うん、だから私もね、こんな、あこんな先輩になりたいなって本当に思う、うん、いました、そうそう、ななみいい先輩になりそう、本当に、はあ、本当なれるかな、もう最近すごく考えますね、ねえ、まだこう3期生のみんなと一緒にお仕事とかはまだなくて、そうそう全然会えてないんですけど、そうこれからね、まあ、もうね同じグループの仲間ですから一緒にお仕事することが増えてくると思うんですけど、うん、あの良き先輩になりたいなってそう思います。うん、なんか本当に仲良くね、仲良く頼られる人になりたいな、うん、そうそう、いててて、本当に大塚さんって呼ばれる、え、全然大塚さんなんて呼ばなくていいよ、うん、大塚さんって、大塚さんってすごい固くないですか、うん、全然あの なるみさんとか、ななみ、いや、ななみさんがいいな、ななみさんって呼んでほしいな、うん、そうそうそう、ななみさんって呼んでください、3期生の皆さん、すべりん絶対に嫌です、いてててあー、こんなにちょっと田辺先生笑わせないでください、私口内炎が今痛いんですよ、あー痛い痛い痛い、スベリンは絶対にやめてください、全然いいですけど、うん、そうそうそう、スベリンって何もななみの名の字もないんですけど本当に、でも私は滑りチラシめちゃくちゃ好きなので、滑りチラシのキーホルダー欲しいな、うん、田辺先生どうですか、
滑りチラシ私大好きなんですよ。そう、滑りチラシのキーホルダーとかね、ポーチとか欲しいなみたいな、そう思っててね、せっかくこうメンバーのあのキャラクターをね、田辺先生考えてくださって、あの田辺先生が私たちの NGT メンバーのそのなんかキャラクターを描いてくださってて、そうそう、滑りチラシとかお花畑とか遥かね、そうそうそう、すごいの、うん、大人の人に言っといて、え、わかりました、言って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 おきます。いや、みんなも欲しいよね、きっと。滑りチラシのさ、クッションとか欲しくないですか？うん、そう、クッションの抱きしめて寝たいもん、滑りチラシの。欲しいよね、めっちゃ欲しい、うん、すごい欲しいので、ちょっとこれはグッズ化希望ですね。ぜひ先生よろしくお願いします。抱き枕みたいな、そうそうそう、すべすべの生地、あ、笑えない、これこれすごい、笑ってないでしょって思うかもしれないけど今笑ってるから、やめて。滑りチラシだけすべすべの生地とかいいですから、シルクの生地とかいいですから、本当に、うん、今日笑わせないでください、私のこと本当に、笑い方が気持ち悪くなっちゃうんです、本当にやばってねえ、引かないでくださいよ。よし、お上品、確かにお上品だね、ほほほほ、おほほほって笑えば痛くないの、そう、うん、チョコラ BB の、あ、そうだね、明日買うものリスト、チョコラ BB と口内の薬、よし、OK、うん、ててそう、ほほほほほ、そうそうそう、そうなの、すごい今爆笑したいのに笑えないのが、そう、私本当に今悔しい、うん、あ、そうだ、シュープレも、シュープレも、そう、よし、ありがとう。あ、あとビタミン摂取、オッケーオッケー、どこにできたの、ここのね、この裏、ここ、ここです、ここ、いた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 、うん、ててて、うん、え、同じ場所にできたの、ここ痛いよね、わかる、本当になかなか口内炎は治らないとき治らない、わかる、そうなんだよね、しぶといよね、しかもここって本当に、あいててて、て、明日ローソン特典のラーメン食う、本当にやった、じゃあぜひ食レポしてね、早く治すなら口内炎パッチ、口内炎パッチっていうのがあるんだね、それ買うわ、じゃあ、うん、そりゃ痛い、痛いよね、ここ、ここってさ、しかも物食べるときに絶対あのぶつかっちゃうじゃん、そう、だからこそしんどいんです今、うん、そう、だから今もうご飯食べれるのが嫌すぎて、そうそう、でもラーメンは食べたすぎたから、まあ今日食べたんですけど、うん、そう、そうなのよ、今月末もイベントがありますし、そうそうそう、来月はね、あの2日に公演もあるから、うん、そう、何ラーメン、カキパイタン、カキパイタンラーメンです、私食べてないんだよねまだ、そう、ラーメン部として食べたいです、うん、ああ、今日食べたラーメンですか、今日食べたのはつけ麺です、あれ行った、マックーシャのつけ麺食べた、
メンバーもラーメンもらえるのか。いや、もらいたいよね、ぜひ。そうそうそう、つけ麺美味しかった。いや、美味しい。あれ、マックジャって麺がめちゃくちゃ美味しいなって思った。そう、あとチャーシューも美味しかった。そう、ローソンの特典ラーメンがカキパイタンです。私が今日食べたのはマックジャのつけ麺。そうよ、結構ソロ斜めんはやってます、めちゃくちゃ。そう、つけ麺、そうそう、美味しいところみんなに聞いててさ、つけ麺がどうしても今食べたくて、圧倒的にマックーシャが多かったのよ。そう、つけ麺のみんなのおすすめが、だからつけ麺にした。マックーシャのチャーシューね、美味しいよね、めっちゃ美味しかった。最近はね、つけ麺にハマってますね。マックーシャかノリダ、わかる、ノリダのつけ麺大好き。もうラーメン部のロケで一回行ったんですよ、私とカホとミュウミュウがいた時に、あのノリダさん行ってつけ麺食べたんですけど、もう本当に一番美味しくて、今まで、いや本当にトップレベルの美味しさだったの、ノリダさんのつけ麺が。そうそう、だからもう私の今つけ麺のね、すごいね、トップクラスに入ってる、マックーシャノリダは本当に。長岡にも美味しいつけ麺たくさんある、行きたい。長岡のラーメンもね、たくさん攻めたいですね。そう、新潟たくさん、そうよ、たくさんあるからね、キャンプ、あ、そうそうそう、キャンプした時、そうそうそう、ノリダ行列だった。え、そうなの、めっちゃ並んでるのよいつも。そう、でもね、私が行った時、最近行ったんだけど、私行った時はちょうど並んでなくて、そう、スースースーって入れた。ノリダーでつけ麺ハマった、その通り、そうなの、ノリダー行った時に、あ、つけ麺って最高に美味しいって思って、そうそう、そこからつけ麺ブームが来たんです。そう、でもやっぱり担々麺が大好き、担々麺食べましたよ。そう、ノリダ美味しいよね、みんなにもぜひ行ってほしい、ノリダ。あのね、ノリダさんポスターも飾っていただいてるんだ。そう、だからね、まだまだあのみんなの募集中、ラーメン、おすすめラーメン、つけ麺、麺の量、そうだよね、めっちゃわかる、つけ麺ってさ麺の量多いよね、やっぱり。え、やっぱりそうだよね、私思ってたんだよね、なんかつけ麺ってすごい多いの、麺の量が、やっぱそうだよね、つけ麺って多いよね。そっか、よかった、思ってたのは私だけじゃなかったんだ。そう、だからいつもた、そう、つけ麺は食べきれるんですけど、結構多いなって思ってて、つけ麺は多いんだね。そう、つけ麺だけ大盛り無料、すごい、待って、今さ、このつけ麺大盛り無料が多いみたいなコメントが3連続で来てていたし、やめてみんなさ、みんな思ってること同じなんだねもう最高、ななみ推しの皆さん考えてること一緒なんだよ基本、私もだけど、多分みんなもラーメン好きだから、そう、私も大好きなんだけど、私以上に多分みんなラーメン好きだから、そうすごいね、思ってること一緒なんだよねいつも。いやー、いいね、そうそうそう、シンクロしてたわ今。最高です、皆さん、
というわけで、すいません、というわけで、いきなりというわけでってなんというわけでって感じなんですけど、はい、あのちょっと明日のお仕事に向けて、私も今日ね、あのすごくやらなきゃいけないあかんことがございますので頑張ります。よし、もうショールームして、私はもう、あーもう癒された。本当に今日笑えなくて悔しかったんですけど、すごいあの皆さんに元気をもらいました。もうまた明日から頑張れる私は。ありがとうございます。いやー、明日から頑張るぞ。明日からね、すっごいもう私にとって結構ハードな毎日が続くので、はい、頑張ります。よし、みんなも頑張ってください。お仕事ありがとう。早めに寝るね。そうだね、最近あれだね、夜遅い時とかあったからかもしれない。ちゃんと寝ます。体調に気をつけて、はい、アルバムもうすぐ発売なのでに向けて、はい、私も頑張りますね。じゃあまた配信します。それじゃあありがとうございました皆さん。おやすみ、またね。あ、痛い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 。